皆さんこんにちは。このビデオは日本に来た皆さんが造船所や工場で怪我をせず健康な体で働くことを願って作成しました。慣れない環境の中で技術を習得しより良い生活を送るためには怪我をしない、災害に遭わないことが大切です。このビデオを皆さんの安全と健康に役立ててください。日本での生活が皆さんの人生にとってかけがえのない経験となることを願っております。まずは溶接作業を行う皆さんの体を守る作業服と保護具について説明しましょう。溶接とは熱で金属を溶かして接合することです。火気を伴う作業なので火傷災害に注意しなければなりません。火傷災害を防ぐには着用する作業服や保護具のルールがあります。作業服は燃えにくい素材で作られた難燃性作業服を着用しましょう。ボタンはすべて閉じて肌が露出しないようにすることが大切です。作業服の中には綿製の下着を着用してください。化学繊維の下着は燃えた時に溶けて肌に癒着するので大変危険です。安全靴は燃えにくい革製を着用し、落下物や重いものに挟まれても足全体が守れるよう高プロテクターも装着しましょう。足元はズボンの裾が引っかかったり巻き込まれたりしないよう必ず脚半を巻いておきましょう。工場の中は鉄板をハンマーで叩くなど騒音が激しいので耳栓を着用しておきましょう。溶接作業で重要な保護具は防塵マスクです。溶接で発生する煙には有毒な成分が含まれており、この煙を吸うと塵肺という恐ろしい病気にかかる可能性があるからです。溶接時に出る煙のことをヒュームと言います。このヒュームには有毒な成分が含まれており、長い期間をかけて吸っているとこのような塵肺という病気になり肺がんになる可能性が高くなります。ヘルメットは落下物や転倒にあった時に皆さんの頭部を守る大切な保護具です。ヘッドバンドと顎紐は激しく動いてもずれないようきちんと調整して装着しましょう。裸眼で溶接の炎を見続けると目の表面が炎症を起こします。溶接作業を行うときには必ず遮光メガネをかけたり溶接面を使ってください。グラインダー作業などの研磨や切削作業を行う際には飛散する破片が目に入らぬよう必ずゴーグルを着用しましょう。これらの他にも体を守る保護具があります。襟元から火の粉が入らないように防火頭巾をつけてから
ヘルメットをかぶります。上向き溶接では火の粉が腕や作業服に落ちてきます。落ちてくる火の粉は特に作業服の腕の部分やシワになったところにたまる場合があります。一般の作業服なら燃え始めたり、何年生作業服でも穴が開いたりします。やけど災害に遭わないためにも、火の粉がつかないように腕抜きを着用しましょう。一日の作業の前には体操で体をほぐし、しっかりとウォーミングアップをしておきましょう。現場で緊急事態が発生したら、大きな声で仲間に伝えなければなりません。普段から指差し呼称などで恥ずかしがらずに大きな声を出しておきましょう。朝のミーティングでは、今日一日の作業内容を確認しておくことが大切です。疑問があれば積極的に質問し、メモを取る習慣をつけ、円滑に作業が進められるよう心がけましょう。